こうなったら意地でも相手してもらわねえとな。わかった。それなら私があなたたちと遊ぶ。え、エイヤイさん、あなたは男の係員を探し、一刻も早くアイジョー連太郎を助けて、それが最効率。だとしてもなんであなたがそんな役を。さっきだって私の腕が掴まれるのをかばったり。あなたに何かあったらアイジョー連太郎が悲しむ。私はそれが嫌なだけ。そんなの、あなたに何かあったって連太郎君は悲しみますよ。私は付き合ったばかり、あなたはそうじゃない。理論的に考えて、あなたに何かあった方が愛情連太郎は悲しむ。何ごちゃごちゃ言ってんだよ。進んで相手すんのか、力ずくがいいのか、どっちだってんだ。だから私が。私たちは二人ともあなたたちの相手なんかしません。花園はかり、一体何を。確かに付き合ってまだ日が浅いんですね、うん、あなたはまだ連太郎くんのことを分かっていません、うん、いい度胸じゃねえか。だったら無理やり相手してもらうしかねえな。やめろ。連太郎くん、愛情連太郎、俺の彼女たちに何してんだよ。こいつアイアンクローの向こう側で決めゼリフを。彼女だ、邪魔すんじゃねえ。こっちはその女に仲間の目潰されてんだよ。それは無理やり私の腕を掴もうとしたから。わかった。じゃあナノが目を潰した分、俺があんたたちと好きなだけ遊んでやるから。おめえと遊んで何になるってんだよ。もういい。どっちがおめえの彼女なんだよ。そっちだけ連れてとっとと行け。二人とも俺の彼女だ。適当なこと抜かしてんじゃねえぞ。いや、本当に二人とも俺の彼女だ。舐めたこと抜かしやがって。だったらよ、今ここで二人とキスでもしてみせやがれ。本当に二人とも彼女なら余裕だよな。大ボラ野郎め、本物の彼女の前で別の女とキスなんかできねえだろうが。ふざけるな。偽物じゃないんだ。そんな彼女たちが嫌がるようなこと。これでいい。私たちは二人とも正真正銘連太郎くんの彼女です。兄貴、こいつらヤバすぎっすよ。最近のガキどもはなんてエキセントリックな恋愛感してやがる。え、何があったの。見えないんだけど。ちょそんなハリッジャンなども、こっちから願い下げて行くぞ。おい、転生しろ。殺すぞ。連太郎くん、いつの間に目を覚まして。それにどうしてここが。ああ、それはさ。早すぎるわよ、あんた。コロニーさん。あかりに AI？ 誰よあいつら。何よあれ、レンタロウは何やってんのよ。みんなが言ったのは確かに流れるプールの方だったわよね。死んでる。ちょっとどうしたのよあんた。レンタロウってば。何やってんのよこんな時に。あかりと AI がピンチな。何？うわびっくりしたわね。急に目覚ますんじゃないわよ。あかりとナノがピンチだってどこでだ。というわけで、カラネのおかげでここに来れたんだ。まあ、そんな効率的な目覚めさせ方が。目つぶしなんてさすがだよ。ありがとうナノ、あかりを守ってくれて。分かっていたから。あなたにとって花園はかりが大切な人間だ。でもあまり無茶なことしないでくれよ。なのに何かあったら俺は。あなたはまだ連太郎くんのことを分かっていません。うん、ごめんなさい。ありがとう。